こんにちは、ブルーホースです。今日は指示待ち人間、自発的人間、その差は一体どこから来るのかという話をしていこうと思います。ね、まあ、会社なんかにいるとやっぱりこう上司から何か指示を出されない限りなかなか動かないっていう人もいれば、まあ、自発的にぐいぐい仕事を取ってきたり仕事をやったりとか、あれやりましょうか、これやりましょうかみたいなね、話を持ってくれる人がいるかと思うんですけれども、じゃあそれって一体どういう差があるのかっていうところの話なんですが、まあ、これはね、とある社長の、まあ、悩み事として始まっていきます。で、何かっていうと、まあ、一人ね、社員に問題児がいるんですよというふうで、まあ、相談がありましたと。で、どんな問題があったんですかというふうに聞くと、まあ、周りの意見をね、聞かずに、まあ、勝手にどんどん仕事を進めてしまうそうなんですよね。ところが、ここでその話を聞いた人が一つの疑問を呈するわけなんですよ。何かっていうと、その社長って実は普段から社員がなんか自ら動いてくれないんだよねっていう話をしてたんですよね。ところが、ごめんなさい、でもっと指示を待たずに自分から動いてくれたらいいのになぁなんていうことをなんか愚痴のように毎日ポロポロ言ってたにもかかわらず、実際にじゃあ自ら動く人っていうのが出てくると、なんか周りの意見も聞かないで勝手に仕事を進めてしまうんだよねって言うんですよね。え、動いてほしいって言ってるくせに実際に動き始めたら勝手に進めてやがってっていう風に言って、何この矛盾みたいな感じなんですよね。じゃあその勝手に動いちゃうっていうタイプの人と、そうじゃない、その指示を待っちゃうようなタイプの人たちって、その境界線ってどこにあるのかっていうとですね、まあ、自分から動いてくれる人と勝手に仕事を進めてしまう人の差って、じゃあ一体何なんですか社長っていうふうに、まあ、ストレートに疑問をバーンとぶつけてみたわけなんですよ。そうすると社長の答えとしては、まあ、だいぶね、言葉に詰まったんですよね。何なんだろうなっていうふうに考えた結果、上の人間が、まあ、安心しているかしていないかの違いじゃないかということなんですね。指示を待たずに自分から動いてくれっていうのは確かに条件の一つだと。で、一つはその人に与えられている権限を理解しているかどうかなんですよね。何かっていうと、勝手に契約とか商談を進められちゃ困ると。ね、権限がないのに決済出たんで、今から商品を提供しますわとかっていうことをされると困るっていうことなんですよ。で、この人っていうのは、その権限や仕事の範囲を分かっているっていう安心感があれば指示を待つ必要はないんですよね。だから自分が取ってくるのはあくまで、例えば営業とかだったら、商談をして受注を取ってくるところまでですと、商品の発送に関してとか、アフターフォローとかに関してはまた別の人間がいるんで、その人間にやってねっていう話を、まあ、聞いてねっていう話をしてくれるんだったらいいんですけど、そうじゃなくって、いや、アフターフォロー完璧ですよ、商品も明日には届きますわっていうことを たかだか一営業の人が言ってしまうっていうことが問題だっていうことなんですよ。で、あとは周りの人への配慮を、おーっと行き過ぎたにも、周りの人に対しても配慮ができるかどうかなんですよね。勝手に動くと、人はなんでお前が勝手に言うの、お前が勝手にやるのっていうふうに反感を持つ人も当然中にはいるんですよね。で、どんなに自分から動いてくれって言ったとしても、一定の人間っていうのは、そのミスをした時にどやされるとかつつかれるとかっていうのが嫌で、保守的で自ら動くことっていうのは、まあ、残念ながら少ないんですよね。そういう人に対して配慮しつつうまくいくように進めてくれるっていうのではいいんですけど、まあ、揉め事を起こせば勝手に進める人っていうのが、まあ、孤立してってしまうんで、まあ、結果的に問題になっちゃうということなんですよね。まあ、つまりは何が言えるかっていうと、自分から動いてほしい人もいれば、勝手に動いてほしくない人もいると、両方がいるんですけど、まあ、なんかそれを社内で、あなたはもっと動きなさい、あなたは勝手に動くなっていう風に社内アナウンスするのは、まあ、非常に難しいという問題なので、まあ、どういう風に、まあ、マネジメントをしていくのがいいのかなっていう、まあ、お悩みがあるということなんですね。じゃあ結局どうすればいいのっていう話なんですが、まあ、自分から動け、自分で考えろっていう風に会社が言うことに関しては、もう真に受けない方がいいということなんですね。科学的な適職っていう鈴木優さんが出している本なんかでは、その自分の天職というか適職っていうのが攻撃型の性格なのか防御型の性格なのかで分かれているみたいなことが言われたりするんですけど、結局は自分をそうやってカテゴライズするのが大事ですっていうことなんですね。果たして自分が自ら動いてほしいと思われている人なのか、勝手に動いてほしくないと思われている人なのかって、どちらに分類されているのかっていうのを知ることが重要っていうことなんですね。かなり難しいんですけどね。まあ、簡単に言うと、よく上司から指示を出されるようなタイプの人っていうのは、もっともっと自分から動いてほしいなっていう話ですし、逆に、なんか、
指示は出されないけどやり方についていちいちなんか注意を受けるっていうことが多い人に関しては勝手に動いてほしくないタイプの人だっていう違いがあるんじゃないかなっていうふうに言えたりするんですけどね。でさらに犬がワンワン吠えてますけど大丈夫ですかねでも勝手に動く人っていうのは自分がどっちの人間なのって指示を待ってるのか勝手に動くのかなんていう自分がどっちの人間なのかっていうのはもういちいち細かく考えることなんてしないから我が道をゴーイングのタイプなんですよね。だからこういう人たちの方が手をつけにくいから逆に言うと指示待ちの人間はイライラするけど問題を起こすことっていうのは少ないんで、まあまだ安心感あるかなっていうところなんですね。だからここはちょっと難しいポイントではあるんですけど、だから結果的に賢い人っていうのは結構指示待ちになって勝手な人っていうのは問題児扱いをされたりするんですね。でサラリーマンが、まあ、指示待ちの人がどんどん増えていって問題扱いされた人っていうのは居づらくなって去ってしまうっていう話なんで、だから自ら本来動いてどんどんまあ多少の問題を起こそうが仕事を取ってきて、次の仕事をつなげていくっていうようなタイプの人たちっていうのは本当は会社にとって貢献している人物にもかかわらずなんかあのやってないことっていうのはなんか勝手にされちゃ困る言われちゃ困るっていう話で会社からなんかそう後ろ指さされたりして居づらくなっちゃうっていう話なんで、まあ指示待ちよりは問題児扱いされた方が自分にとってはいいよっていうくらい思う、まあその度胸がいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけど。まあまあそんな話はいいとして、まあ、どうすればいいの結局っていう話なんですけど、指示待ち人間になってほしくなければこれ何かっていうと会社が各社員さんにどう伝えるかっていう話なんですが、指示待ち人間にその人がなってほしくなければ仕事の裁量について明確な範囲を正確に伝えることです。で、それをせずに勝手にやるなんていうのは、もう指示する側のもう責任以外の何者でもないんですよね。で、自ら動ける人が少ないと、いないというふうに嘆く会社っていうのは、もう社長や上司が、私はマネジメントする能力がありません。指示を正確に出すことができません。無能ですっていうふうに言っているようなものなので、注意が必要ということですね。で、逆に指示待ち人間になりたくなければですね、自分がなりたくないとちゃんと社員として働きたいんだっていうことであれば自分がどの範囲まで仕事をしていいのかっていうのを明確に正確に上司とかに確認することをですね、でその指示を的確に出せる上司のもとであればしっかりと指示を受け取って、そうでないのであれば自分の最中はどの程度なのかっていうのをあえて自分でやれるところまでやってみて、おいお前それ勝手にやるなよっていうふうに注意を受けたのであればその手前までが自分がやっていいことなんだなっていうふうにもうさじ加減を把握していくしかないです。もう注意を受けるのめんどくさいし、鬱陶しいし、うざいしっていう気持ちはすごくわかるんですが、結局はもう上司が無能なんで自分が優秀になるしかないと。で、そんな優秀な自分を上司、この無能な上司がどこまでやったら注意をしてくるのかっていうのを試してやるしかないということなんで、指示待ち人間になりたくないということであれば、ぜひそういったやり方を取ってみていただけたらというふうに思います。ということで、本日の動画は以上でございます。また次回お会いしましょう。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。